はい、皆さんおはようございます。それでは悟空引き続きやっていきましょう。よし、秘境薬ないですなんで試練なのか。回復できないのつらい。なんか先にじくってからこうなっちゃったんだよね。もうよし、回復なしで買ってみよう。是
しっかりした方法善若不施，恶则不长。小生在思量。虽炙熟，可复乱。啊！もうちょっとやった。焦ってもた。こいつ面白いでも。ヌラリヒョンの波動砲に比べたらもう全然楽だわ。これで回復できたらもう完璧に勝てるんだけどな。どういうこと？でもバグだったら怒るよ本当に。ああ、無駄に失敗した。黙ってまうわ。
よし。もう宿地のアフって何だろう。あーなんかやばそうなやつだねこれ。もう秘境薬ないもんね。大失敗。
とうとう。もしかして第二形態とかじゃないよね。如此苦苦相逼，便怪不得小生现出本相。うわ、出た。これ回復ないから無理じゃん。第二形態これなんかちょっ、これ絶対また第一形態からだよね。よし、じゃあね、ちょっと一回ちょっと真剣にネットで探してみよう。これ本当、ないと無理だわ。はい、ではね、ちょっと今日短い、今回短いですけど、これで終了したいと思います。ではご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。